こんにちは、外勘です。今回もコーヒーを入れて飲んでみようと思います。今回飲むコーヒーはこちら、カルディのジュエリーブレンドです。今回のジュエリーブレンド、期間限定なのかですね、カルディのホームページとか行ってもですね、チャートとか載ってないんですね。なので、今回行っちゃいます。今回のジュエリーブレンド入りはですね、中入りになります。そしてですね、産地はブラジルになります。早速入れていきます。まずはブラックで、いつも通りですね、豆 12.5g の、200抽出。お湯の温度はですね、93度にします。蒸らしの後に1回入れて、で、あとはですね、規定の量までお湯を注ぐ。こんな感じでやっていこうと思います。93度に、なりましたことですし、これからですね、お湯を注いでいこうと思います。まずは、蒸らし。続けて1回目。最後、規定の量までお湯を注いで終わりにします。できました。カルディのジュエリーブレンドで作ったブラックコーヒーです。それでは、いただきます。
半分よりもちょっと多いってぐらい、苦味が多くて、それでもですね、酸味もあって美味しかったです。今までブラジルのコーヒーでですね、ツッカーノブルボン、カナリオ、で、この前のブラジル、で、今回の、ジュエリーブレンドって飲んできたんですけど、今回のですね、ジュエリーブレンドが一番苦味があるって感じですね。苦味があるって言っても、半分よりちょっと多いってぐらいなので、酸味と苦味の割合がですね、4.5対5.5とか、4対6とか、それくらいですね。まあ、ほんの少しだけ、苦味が多いって、感じでした。ツッカーノブルボンや、カナリオみたいにですね、こう、ごくごくと飲めるっていう、味わいっていうか、喉越し、ちょっとわかりづらいんですけど、そういうのはなかったので、今回のこのジュエリーブレンドは、この前飲んだブラジルのですね、もうちょっと苦味の多いのが飲みたいって人にはですね、向いてるんじゃないかなと思います。続きまして、カフェラテを、作ってみようと思います。いつも通りですね、コーヒー豆 6g から、コーヒー 96ml を作ってですね、それを1人前の 48ml に割って、そしてですね、牛乳と合わせて作ろうと思います。コーヒーと、ミルクが揃えましたことですし、これからですね、カフェラテを作ろうと思います。できました。カルディのジュエリーブレンドで作ったカフェラテです。それでは、いただきます。カフェラテ、コーヒーのですね、風味が感じられて美味しかったです。今回のジュエリーブレンド、どんなコーヒーだったかというと、ブラジルの、中入りのコーヒーの中でですね、一番苦味のあるコーヒーでした。ブラジルのコーヒーの中で一番苦味があると言っても、半分よりもですね、少しだけ苦味が多いっていうくらいの、コーヒーでした。今回も美味しいコーヒーが飲めてテンションが上がりました。今回はカルディのジュエリーブレンドでした。